してみたいんですけど。コールオブデューティーの編集が終わった。あとはもうやることはないな。時間は4時か。朝から何も食べてない。腹が減ったな。冷蔵庫を見てみるか。何もないな。ん？これはこれは。金麦じゃないか。俺はお前とよく会う友達を知ってる。買ってこよう。よし、役者は揃った。行動開始。調理済みの手羽先、そして大好物の鶏皮。しっかりとキッチンペーパーも用意。大丈夫、お前のことも忘れてない。今日のちょい飲みはこのパーティーで攻略していく。引けを取るな、戦士たちよ。油を引かずに敷き詰めていく。さあ、パーティーの始まりだ。この俺を前に丸まれると思うなよ、鳥川。ひたすら油を拭き取っていく。おいおい、さっきまでの威勢はどうした？フライパンいっぱいだったような。居酒屋で見る、あれだ。塩コショウ。お前は攻略済み、中で寝てなさい。俺の夕方飲み、極上と出るか、神と出るか。フルで見たいドラマをセットしたら、夕方飲み、スタート。なんていい音が鳴り上がる。二十歳を超えた後の下校のチャイム。まさにこの音。そして、ここを外すと、ウド鈴木に見えるんだよな。いただきます。まずはお前から。成功したか心配だが。心地いい音色と食感。我慢できない。説明は不要だ。うまいに決まってる。そして。見かけるじゃないか。そして思わず言葉が出た。生きててよかった。少し汚い。最高だね。男の飯はそれでいい。夕方のみ制覇。